ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年5月11日月曜日です。昨日も広島県は新型コロナウイルス感染者ゼロでした。もちろん三好もゼロです。三好も5月からずっとゼロが続いています。このまま収束へ向かって走っていけばいいなと思っております。昨日は母の日でしたね。今日はそれとで、感動起爆剤研究者の中から行ってみたいと思います。娘から母に、母の日のプレゼントが届きました。アジサイです。今これを玄関のところに飾っております。母といえば思い出すのがですね、もう相当前ですね、1993年平成5年に、出された一筆啓上書というんで、日本一短い母の手紙というのがありましたね。これは徳川家康の家臣、本多重次が陣中から妻に出した手紙です。それが短くて簡潔だというんで、これをヒントに作ったイベントですね。その手紙というのは、一筆啓上火の用心、汚染なかすな馬肥やせというんですね。短くて心情を伝えているというんで、これがモデルとなって、福井県丸岡町では一筆啓上書というのを作りました。第1回目が日本一短い母の手紙というんですね。これは本当に感動しましてね、この私が書いたこの本、話し方の起爆剤の中にも実は載せているんですね。今日はそれを紹介してみたいと思います。この本の第5章、第5章ですね。選び出しましてね、それを読んでその後にコメント書いているので、それを読んでいきたいと思います。一番が、修学旅行を見送る私にごめんなとうつむいた母さん、あの時僕は平気だったんだよというんですね。石川県で私の生涯学習の講演が終わった時に、元校長先生が私のところに来られて、これを書いたのは私の教え子ですと言われた。びっくりしました。あの時は、その時の中学校の修学旅行は120人の中で2人だけ修学旅行に行かれなかった。それも経済的理由で行かれなかったというんですね。そのうちの一人が彼であった。しかし彼は頑張り屋で夜間高校へ行き、今は近くの町で郵便局長をしているとのことでした。彼は人生で辛い時にはこの時の修学旅行の場面を思い出しては自分に言い聞かすというんですね。あの時の母の辛さに比べれば今の自分の辛さは我慢できると言ったというんですね。2番目が、母さん振り込みありがとう。これ親父には内緒だよね。きっとバイトで返すから。とは、親父には言いたくないところがなぜか可愛いのです。でもたまにはこれ母さんには内緒だよねと親父に言ってみな。間違いなく母の2倍は弾むよって書いてあるね。3番目、おふくろ死ぬなよ、いいと今で死ぬなよ、親孝行が全部終わるまで死ぬなよ。親孝行したい時に親なしと言います。でも今は違います。親孝行したくないのに親がいるとは言っています。それでも間違いなく言えるのは、右のに書いたことを親に言った人は、ここはいいですね、
子供が同じことを言ってくれます。4番目、私母親にでブス、娘が笑っているのに私同じこと泣いていったのにごめんねお母さん。コメント、我が子も捨てたもんじゃありません。天国の母にすまないけれど自慢報告を。5番目、いつの日か最後は私と暮らそうね。嫌でも何でもそういう決まり、約束ね。こういう子供さんが日本には少なくなりました。コメントです。6番目、あの人と幸せでしょうかお母さん。父さんは無口を通していきました。複雑な思いの子供としてお母さんに精一杯の一言ですよね。7番目、食事洗濯育児に仕事ご苦労様です。それでも浮気に気づくとは立派です。コメントが、女性の直感力と洞察力の素晴らしさに敬意を払うしかありません。最後です、8番目、母さんの日記見つけました。毎日のように出てくる私の名前、ごめんなさいね。コメント、親子の縁を切るぐらいの喧嘩をして東京の大学に行き、そのまま東京で先生になっていた息子にふるさとから母が亡くなったという連絡がいきます。びっくりして、とりあえずふるさとに帰ってきた息子は母親が残していった日記を見つけます。タンスを開いて開けると、その中に母の日記があったというんですね。喧嘩をして別れた次の日からお母さんの日記には毎日自分の名前が書かれていたというんですね。息子はその日記を見て何も言えない、ただ涙が。昨日母の日でしたから、母のことまた私もこう思い出していますが、まあいろんなことがあふれて、まあ、まあ楽しいことがどんどん出てきますが、まあ、ほんとちょっとうるっとくるような思い出がたくさんあります。まあ、母のことを思えばまたモチベーションが上がってきたりしますね。まあその母のことを思っていると、まあ娘が母にこう送ってきてくれるようなことになっています。ちなみにこのカッターは娘が父に、私にプレゼントしてくれたものです。これは10年前の第1回抱きしめていく配置館当日、この来て私はモチベーションを上げていきましたね。母の日、昨日だったんです。実は昨日 NHK の BS が見ていましたら、母の日の特集の歌をやってましてね、その第1曲目が島倉千代子さんが歌う東京だよお母さん、あの歌を聴いていましてね、ああそうか、今日はこの日本一短い母の手紙を言おうと、その歌を聴いて思いつきました。いろんなことを思い出しますね。でもまあ思い出しながら自分のモチベーションを上げるきっかけにすればいいと思います。もう母に、おプロにも母も、いや、もう亡くなってますからね。でも思い出だけはしっかり残って
ています。それを思い出すことによってモチベーションは確実に上がってきます。上げてくれるのが母ですね。あなたもモチベーションを上げるきっかけに母をまた思い出してみてください。ごきげんよう。また明日。あ、ちょっとまた。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日。ごきげんよう。